ございます。釣り子 TV のめぐたしです。今日は釣り子さんが不在のためめぐたしカメラで撮影したいと思います。久々の片倉ダムに来ています。寒い時期なのでちょっと釣れるか不安なところもあるんですけれども、今日はスペシャルなお友達と一緒に来てるので釣れると信じてます。というわけで頑張ります。先日降った雪がまだ残ってます。大変滑りやすくなっているようなのでちょっと気をつけていきたいと思います。ダブルガムピンク、はい、こういうところの下泳いでるやつを引き寄せてるから、うん、いないっぽいな。よう、もういなきゃいない、いなきゃいない、なんかネチネチさ、平行移動でさ、うん、しかし30分かけると1日終わっちゃうね、うん、このペースで3倍か4倍くらいかもしれない。うーん、なるほど、いっぱい回るんだ、うん、いないとこはいないから、うん、そっか。ここに何か入ってるってこと？うん、この下立ち。魚いる感じはしないの？ベイトもいないの？ベイトも入るか。根本的に違ってんだ。いいね。血を使うのがいい。なんてこった。できないからこの爪につまる。ピクリとも動かないで死んだように眠りますね。こんなに食わない意味が分かんない。
釣れないんだろう。もう絶滅してますな。そんなに人が浮いてないのに割り当てがないのね。ねえ、学校みたいな通信はやってないと思う。来たんじゃない？来た魚？これ魚？これ魚だよ、魚魚だねえ、本当にさ、思いだけだからさ、魚なのかなって思っちゃったいたね。あ、いいとこに刺さっているやったー、よく合わせた。ちょっとねね、あれって思って一応合わせてみたみたいな。はい、はあ、釣れたこなつ見て見てこなつ見て、すっごいすごいシカトされたじゃあね、ありがとう。はぁ、あ、釣れてよかった。あれ、なんか来た、ついてる、動いたみたいな根がかり、うん、違う、動いたっていうやつでもなさそうだな。そうですね。
試合でもなさそう。はあ、拾っただけだった。残念ながら。じゃないっていうのを確認できたかね。うん。絶滅はしてなかった。危惧はされてる。本当ね、もう魚って信じてないから。早くまで。びっくりするほどに。いい感じしねえんだよな。ね。さっきの幻だったんじゃない？いや、幻だったと思うよ。やっぱ、幻だったんだな。キツネとかがこう。そう、そうかも。バスに化けたキツネ。やばい。ダメだ。ダメですか。うん、終わり。これが本当のプリケツだ。お疲れ様です。お疲れ様です。なんか2月のこのすんごい寒い中バッツリ行ってたみたいじゃないですか。すんごい寒くもないけどね。でもデータで見ててもらったらなんかボート屋さんの周りまだ雪もいっぱい残ってるし。雪、そうですね。ちょっと上田さん、覚えてる範囲でどんな感じだったか教えてもらえますか？どんな感じだったか、もう、はい、めちゃめちゃ厳しかったですよ、うん、マジで。いや、午前中というか、まあ、釣れるまで当たりすらない、何にもないみたいな。魚探かけててもベートもいないみたいな、どこ行った魚みたいな感じでした。もうなんか、なんで釣れたのかもよくわからないっていうぐらい厳しくて、なんか釣れた時も最初どうせ寝掛かりだろうと思って、あれ動く魚だって思ったけど、その後になんかこれ木の枝じゃないぐらい、もう本当に釣ったシーンを見てもらえばわかるんですけど、いや、これ魚？魚？って自分でも言ってるぐらい思いだけだったし、木の枝かと思って魚の姿が見えるまで信じられないっていう、もうあまりに釣れなすぎて釣れてることが信じられないみたいなぐらい厳しかったですけど、まあ結果上がってきたのが魚だったんでよかったです。ちなみに釣れたルアーは、ルアーはケイリー山本レッグワームです、いつも通り。まあメンタスさんいろんなカラーね、はい、試してみてるけど、はい、2月のこのタイミング何色でやったのか。バブルガムピンクっていう、透け感とかもない普通のピンクですね。あれ使ったんだ。はい、なんか他のやつよりなんか気持ち柔らかく感じるよね。なんかそんな感じしますね。この前カリフォルニアロールの説明してた時に小森さんが、うん、まあ黒ははっきりはっきりシルエットだけど、ピンクはなんか膨張色でそれが効く時もあるんだよみたいな話してて、うん、まあちょっと気になって、黒ははっきりくっきりはっきりくっきりで、ピンクはちょっと膨張色だからポワッとみたいな言ってて、うん、なんかピンクもいいなって思って、ピンクはちょっと買ってみて
使ってました。釣り行くちょっと前に探し出して、うん、どっかなんか買いに行ってたレグリに買いました。何メートルとか、うん、水温とかって教えて。水温は6度ぐらいって言ってたから。え6度いやもうあのリリースするとき水冷たすぎてびっくりした。まあ冷たのはまあでも本当にパターンが読めてたわけじゃないんでもうたまたま拾えたっていう感じだったんですけど、まあ、11メーターのほぼボトムなイメージですね。当たりは感じれましたか？当たりは一応感じました。ちょんちょんってやってて食った感じで重くなって、うん、まあなんか来たような気もするけど根がかりなのかなみたいな感じは最初あったんですけど。いやー1月もね亀山で撮って2月自分なんか想像つかないから笹川もなかなかいけんけど2月もとりあえず1匹、うん、一番この厳しいタイミングでねちゃんと行くごとに釣ってるから、うん、着実に練習というかねパワーアップしてるんじゃない。いやーもう運としか思えない今回のまあ運も実力のうちなんでで今回なんかいいもんもらってきた。いいもんもらいました、うん、笹川ボートさんからこんな可愛いステッカーをもらいました。なんか基本的には40アップが釣れた人にもらえるシールみたいです。欲しいなんですけどなんかまあ冬の厳しい時期に釣れて、写真を送ってくれたらあげますってことで、あで私はちょっと、うん、あの写真を送ってもらいました。へえ、はい、あとはなんか子供とかにもくれるみたいです。あじゃあ笹川と言ったらまあ、はい大のね、ガチ勢というか大人の人は40アップしっかり釣ってもらいましょう。 ね、はい、もっとでかいのが釣れたらなんかまた違うものがあるって聞いたんで。嫌いなのか分かんないどうなんだろう。そういう感じなのか、じゃあ今年もねめぐさんはね本当笹川湖とかね精力的に行ってるから巨大バス釣りだとね、 ねその次の何もらえるのか調べてきた。いやいや、うん、助かります。はい、はい、頑張ります。頑張ってください。まあとりあえず冬の厳しい時期に釣れて安心しました。まあ今のところまたまだ今年は坊主なってないんでこの調子で頑張っていけたらなと思ってます。釣りこう TV のめぐたすでした。バイバーイ。